CS に敗れた巨人は第二次戦力外を通告したことにより来季の陣容が固まってきました。それに伴い現役ドラフト候補がほぼほぼ確定してきました。現役ドラフトは巨人も恩恵を受けていて、2年前に獲得したオコエ・ルイが覚醒しつつあります。阪神の大竹耕太郎、中日の細川誠也、日本ハムの水谷俊が大活躍したこともあり、即戦力の長距離打者が取れるということで、現役ドラフトが注目されています。今回の動画では、巨人から現役ドラフト候補にリストアップされるのは誰になるか検証していきたいと思います。そして、どのポジションの選手を獲得しそうか予想します。まず、今オフで支配下から外れた選手を見ていきます。引退した選手は、梶谷隆之、立岡総一郎、そして菅野智之が海外 FA 席。戦力外になった選手は、菊田博和、石田隼人、白木大和、鈴木康平、高橋祐希、菊池大輝、中田歩夢、松井颯、山田隆成、直江大輔。さらに、ウレーニャはすでに帰国していて、そのまま契約しないと言われています。立岡は3軍外野守備兼走塁コーチに就任します。菅野は日本人投手が期待されている今ですから、メジャーに移籍することでしょう。出戻りはないでしょう。菊田はまだ完全燃焼していない、悔しい気持ちと語っており、現役を続けると報じられています。高橋祐希はついに戦力外になりました。2018年ドラフト1位。巨人は根尾昂、辰巳良介を外しての1位指名だったので、指名時は誰という評価でした。1年目に5勝7敗でようやく認められた感がありました。2021年に11勝したのですが、3ボール2ストライクがデフォで、5回100球は日常茶飯事。制球の悪さが最後まで尾を引き、今季は1軍登板ゼロで、ついに戦力外となったのでした。これで2015年1位の櫻井俊樹、17年桑原拓也、18年高橋と、本来なら油の乗った投手がいない事態となっています。菊池大輝、中田歩、松井颯、山田隆成は育成契約を打診すると報じられました。菊池は昨年1軍で 47.2 回を投げ、4勝4敗11ホールド。今季は1軍登板がありませんでしたが、2軍で36回を投げ、6勝2敗、防御率 1.00 の成績でしたが、育成落ちしました。中田は今季育成から支配下登録されましたが、1軍出場なし。2軍でも242打席に立ち、打率1割9分6厘、1本塁打で育成に戻りました。直江の戦力外は衝撃的でしたが、今季で6シーズン目。1軍登板はなく、2軍で17試合に登板、2勝3敗、防御率 3.20。桑田2軍監督のもと、アドバイスをもらっていたはずで、上がり目がないと判断されたのでしょう。近年の巨人の目利きは秀逸で、中田翔、桑原拓也、田中俊太、中井大輔たちは活躍していません。SNS では、直江はまだやれるとの声は多いですが、正しい判断だったという時が来そうな気がしますね。育成選手の戦力外はこちらの8人です。小沼はトレードで石川慎吾を出してまで取った選手なので、なんとも残念ですね。川崎春人も直球が伸びてきてスライダーが切れるとの評価でしたが、今季は2軍での登板がなく、3軍戦でも8試合に登板、0勝1敗、防御率 3.00 でした。加藤蓮は2020年育成ドラフト12位、全体で最後となる123番目に指名を受けて巨人に入団した滑り込み選手として話題になりました。今季も一時は安打製造機状態になりましたが、入団4年目の今季、2軍で123打数24安打、打率2割3分3厘、1本塁打、14四球で出塁率は3割2分5厘でした。2軍3軍も少ない打席数の中で結果を出さないといけません。どうしても打ちたい気持ちになりますから、
フォアボールを選んでいる場合ではないと、早いカウントから振っていくことになるでしょう。焦ってしまいますね。これで支配下が14枠空いたことになり、ドラフト入団選手5人、新外国人1人か2人、上沢直之のような実力者を取る時のための枠が1、2枠。シーズン開始後に怪我人が出た場合の緊急事態に取る枠が1、2枠。育成から3、4人を支配下登録する計算になるでしょうか。では次に現役ドラフトでどのポジション、選手を出しそうか見ていきます。今回のドラフトでは1位で金丸投手に行きましたが、外してから方向転換。内野手3人、投手2人を指名。今期から投手王国となっているので、内野の布陣を整えようというドラフト戦略でした。巨人はショートがまだ決まっていません。坂本勇人の後釜を作っているところです。セカンドの吉川尚輝の後釜も考えておかないといけません。センターラインを補強したドラフトでした。実力がどうかなと思われる選手は戦力外とし、もう少し様子を見たい投手は育成に落としています。近年くすぶっているけど切るに切れない投手がいるので、現役ドラフト候補に上がりそうな気がします。捕手はどうでしょうか。捕手はドラフトで補充していませんし、大城の去就がわからないものの現状で6人。岸田が来季29歳、北が27歳、山瀬が24歳とダブついていないので放出しないと思われます。次に内野手。2軍にも二遊間ができる選手がいますので、ダブつく可能性があります。現役ドラフト候補がいると考えられます。外野手はどうでしょうか。梶谷、立岡が引退。長野久義、丸義弘のベテラン選手。重信も FA 権を取りましたから対象ではありません。ヘルナンデス、若い選手。控えを考えると1人2人出せますが、ドラフトで外野手を取っていないので、放出の可能性は低いと考えられます。巨人の編成を見ると、投手より野手、さらに外野手よりダブついた内野手が選ばれると言えそうです。次に実際に現役ドラフト候補の選手を検証していきます。各球団2名以上リストアップすることになっていますが、3名が本命、場合によっては1名プラスすると予想します。候補1人目、増田陸が最有力候補です。増田陸は強打の内野手という触れ込みで2018年ドラフト2位で入団しましたが、完全に埋もれています。2022年にプチブレイクするかと思われましたが、中田翔がところどころでホームランを放ち、長嶋監督から徹底指導を受けて復帰後に完全に取って代わられて、それっきりになってしまいました。結局一軍出場は22年と今季だけです。今回のドラフトで内野手3人を獲得したこともあり、増田陸の序列は最下位まで下がったと言っていいでしょう。戦力外になっていないことから、現役ドラフトに出る可能性が高いです。二遊間を補強したいチームは日本ハムでしょう。ショートは水野達樹がレギュラーですが、打率2割2分、本塁打7。セカンドは上川端大吾がメイン。打率2割4分8厘、本塁打1。早稲田大の山形周をドラフト5位で獲得していますが、未知数です。右打者を使いたいときに出番がありそうです。ただ、現役ドラフトはホークスの選手を指名しておけば高い確率で活躍するので、今回からホークスの選手が優先的に獲得されそうな予感です。候補2人目。続いて湯浅大も最有力候補の一人です。若いと思われてきた湯浅も今季で7年目。今季は1軍で19試合7打席打率1割6分7厘、本塁打0。二遊間候補として残っていましたが、ドラフトで内野3人を指名、さらに門脇、伊豆口、 CS で劇的本塁打を放った中山ライトがいます。育成にも引き続き試してみたい中田歩、期待の相澤博人たちがいます。入る隙がありません。岩佐は戦力外になっていないことから、
現役ドラフトに名前が挙がることでしょう。候補3人目、今村信孝です。2011年ドラフト2位のベテラン投手、規定投球回に到達したことはありませんが、2021年までは安定して60から70イニングを投げていました。2022年も53回を投げましたが、防御率 3.57、 今一つな内容で、2022年のファンフェスタでももう少し頑張ってほしい投手ランキング1位に輝いたこともあります。今季の登板はたったの8イニング。8月23日の中日戦で1回を3安打1失点を最後に、大事な9月に登板できず戦力になれませんでした。戦力外か現役ドラフトかと話題になりましたが、ここまで残っています。他球団に出したら活躍しそうで切るに切れない投手ですが、今や巨人は投手王国になり、今村は巨人に残っても戦力になれない可能性が高いです。ついに現役ドラフトに出る可能性が高いです。候補4人目、畠清修です。初年度から6勝を挙げ、将来のエース候補として期待されましたが、度重なる怪我で今季でもう8年目です。21年がキャリアハイの52試合 96.2 回を投げて防御率 3.07、 絶対的なセットアッパーではなく、いわゆる便利屋として起用されまして、今季は開幕2軍スタートでしたが、2軍では23試合に登板し、防御率 1.14 と格の違いを見せつけました。昨年でしたらすぐに1軍で投げられたでしょうが、今季の中継ぎ陣は軒並み好調で、畠ほどの実績がある投手でもなかなか一軍に呼ばれませんでした。7月14日の DeNA 戦、大量ビハインドという場面でようやく今季初登板、先頭の牧にホームランを許すまさかのスタートとなりましたが、後続を3者連続三振を含む3回1失点とまずまずの結果を残しました。ゆくゆくは先発で5回を投げられるかと期待させる内容でしたが、その後は再びファームに降格となりました。順当にいけば、阿部監督は畠のマウンド度胸を高く評価しているので、よっぽどいい条件のトレード以外は放出しない気がします。ですが現役ドラフトは細川誠也、水谷隼、オコエ瑠のように金の卵が出てきます。一番に指名できるよう畠をリストアップすることも考えられます。巨人が欲しい選手ポジション。少し前まで坂本、丸、岡本、中田と長距離砲が揃っていて空中戦を得意とした巨人でしたが、近年坂本、丸の衰え、中田は移籍して長打力がなくなりました。巨人はポジション関係なく細川、水谷のような長距離打者を取りに行くことでしょう。他球団から誰がリストアップされるのか、とても楽しみですね。今オフ、大なたを振るって人員を整理した巨人。出せる選手はこの4人と言えそうです。他の候補やあなたの予想がありましたら、コメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、いいねボタンをよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回も興味深い動画を投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいね。